いますで私の方はまあ、病院さんもはじめ他の、まあ、病院さん以外の企業の方とこうコモケアとさせていただいててすごくやっぱり医療関係のこれ特徴だなってよく思うのがやはり専門職の集団であるなっていうのは感じます。やはり皆さんその働いていらっしゃる方自身もそういう意識の高い方も多いですし、まあ、それが先ほど申し上げた裁量権とか欲しいとかいうお話になってくるかなと思います。あとは、まあ、院長先生が、まあ、お医者様が、まあ、経営者でもある立場なんですけども実際ご自身が、まあ、診療に入られてしまうとなかなか、まあ、他の職員の方のお仕事ぶりを難しい状況にはあるんですね。まあ、もう本当診察室とか入ってしまうと特に外部屋の外とかの職場なんか見ることもできないですしこれが普通の会社であれば、まあ、課長さんがここ座ってて職員さんがこうやって机があってっていうことで見れるようになってるんですけどもなかなか職員の方の仕事を見ることが難しい。ただでもやはり上司として、まあ、経営者としてですね職場の状況を把握する必要性って書きましたけども先ほどの安全配慮義務を出すんであればやはり義務はあるので、まあ、この物理的に難しい状況であるけれどもその義務を果たさなければならないといった病院の特殊性はあるかなと思っております。で実際人が辞めずにこう私がこう見た経験なんですけども職員の方が働きやすいな実際続いてるなって思うクリニックなんですけども、まあ、特徴としたら院長先生の人柄すごく大きいなと思います。一般的に男性の方は結構なんか仕事こういう仕事がいいからとかこう待遇がいいからみたいなところを重視されがちなんですけども、まだ比較的クリニックって女性が多い職場だと思うんですね。そうなると女性の方って意外に上司の方の人柄とかに意外についていきやすいんですよね。この方のこういう人柄が好きだから私はこの人のところで仕事がしたいとか、そういった面を重視される傾向にあると思います。あとやはりその女性が多いとなると人間関係とかやっぱりそのあたりは重要になってくると思います。でやっぱり困った時やはり人間関係が良くないと、まあ、業務とかでもそうなんですけどもやっぱり困った時に誰かに相談できないっていうのは非常に仕事を継続していくのに厳しい環境にあると思います。であと次にやはりいい方が長く勤めていただくためにはその方が成長できる環境が整えられているといいなと思います。やっぱりその勉強会であるとか外部で研修ができるとか実際に私これ私が働いてた時に自分が経験したことなんですけども、まあ、ある事務所ですごく本がいっぱいあったんですよ。それを上司の方からもう好きに使っていいから持って帰ってもいいから自分の勉強使っていいよみたいな感じで言われたんですね。やっぱりちょっと自分がちょっと勉強したいなって思ってる時に、まあ、上司の方からそう言ってもらえるっていうのはすごく嬉しかったし、まあ、いい環境だなと思って働くことができたのでそういうのを経営者側から上司の方からこう提供してあげられる状況があるかといいなと思います。あと、まあ、その方の評価体制、賃金体制がしっかりしているというのは、まあ、やはり基本かなと思います。で、私がその人が辞めないクリニックを見てて思うのは、やはりコミュニケーションの機会がすごく多い、まあ、取れているというのが特徴かなと思います。実際あるんですね、職員の方から電話がかかってくるんです。院長先生に言いにくいから話してくれませんかって言われるんですけど多分話しにくいことを第三者から言うと余計揉めると思うんですね。だからでもそういうことちょっと話せるような雰囲気がないとやはり意思の疎通が取れないっていうのがやはり長く勤める職場としてはあまり難しいのかなと思います。でおすすめしているのが半年に1回は個人面談の時間を作っていただきたいなと思っております。
1年に1回だとちょっと少ないかなと見てと思いますね。少なくとも半年に1回、もちろんそれより多くても全く問題はありません。で、コミュニケーションの機会増えるとお互い理解することってやはりできますので、それで働いてるとだんだんこの人はいつもこうなんだからってこう思ってくることもあるんですけど、話せば自分の誤解だったとかそういうこともあるので、そのあたりの誤解を解くためにもいい機会かなって思います。で、ちょっとごめんなさい、またさっきの参考資料の方なんですけども、3枚目に人事候補シートっていうのをつけたんですよ。で、これを使ってるクリニックなり会社も多いんですけども、本当これその中の一部分をちょっと抜粋したもので、項目としてはこれぐらいなんですけど、こういうのを使ってお互いが何を求めてるか、何を自分はできてると思ってるかをこうお互いでこう意見をすり合わせていくっていうのもいいのかなと思います。で、そういう機会を増やしていくと、やはりその方の悩みとか見えてくるので、退職の雰囲気感じれるんですよね。それでその方からそういうお話がなかったとしても、他の方から人最近ちょっとなんか悩んでる感じがするとか、やはりそういうことを一番に気づくのは一緒に肩を並べて働いてらっしゃる職員の方なので、職員の方が他の職員の方からもそういうお話が聞けるような雰囲気を作ると、やはりいきなり退職しますの前にやはり何かこうお話できる機会があるかと思うんですね。というのはもう辞めますって言ってきた時にはもうその時点で何を言っても遅いので、その前にお話しできる雰囲気があればいいかなと思います。で、職員の方もそういうお話をすることで院長先生の意向、大きく言えば経営方針ですよね、何を目指して何を目的にしているかっていうのも職員の方が分かってくると、やはり働いてどこを目指せばいいのかっていうのが分かってくるので、そのあたりを職員さんが知ることもいいのかなと思います。で、ちょっと上から2番目なんですけどね、初めからうまくいかなくても構いませんって書いたのは、コミュニケーションなんでいきなり最初から意思が疎通はやっぱりできないんですよ。こういうことを何回も繰り返していくうちにお互いの理解が深まりますし、で、こういうシートとか実際作ってらっしゃるところももう多いかと思います。で、先ほど申し上げた賃金規定にしても作ってらっしゃるところも多いんですけど、どんなにこの例えばこの効果シートがどんなに素晴らしいものを作っても、ご自身の働かれている職場とマッチしてなければ本当形だけになってしまうので、これを例えばうちのクリニックだったらこの項目はいらないなとか、これを反対に付け加えた方がいいなとか、そういう形で練り直していく、賃金規定にしてもそういう形で練り直していかないと形だけになってしまうと、本当かえって院長先生はやってることに満足してるけど職員の方にそれが伝わらないという話になってしまうので、すごくもったいないなと思います。で、一番最後の話を聞いてもらえたことで辞めたい気持ちが収まるかもしれませんというのは、大体うちの院は半年に1回は面談してくれるんだなと思っていると、ちょっと心の中で思ったことがあっても、じゃあもう少し待ってその時に話をしてみようとか、そういうふうにちょっと職員の方もある程度いつもこうずっと抱えているんではなくて、その時までっていうのが出てくるのでですね、ちょっと大丈夫、もう終わりで、少しそういうことで気持ちの持ちようが変わってくると思うんですね。で、そういうことで、コミュニケーション、ぜひ半年に1回は職員の方と先生とで個人面談の機会を作っていただきたいと思います。ちょっと駆け足でお話してしまったのでバタバタバタとなってしまったんですけども、以上で私のお話を終わらせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。